アートとサイエンスは正反対のものと思われがちですが、実際には切っても切れないものである場合が多いです。実際ビジュアルアートは重要な画像証拠を提供することで科学者を助けてきました。有史以前に洞窟に描かれた植物や動物の壁画や、何世紀も前に行われた実験の様子を示した図など、その歴史は数千年にもわたります。芸術作品はその時代のサイエンスを表現しているだけでなく、人々がそれにどのように応えていたのかも教えてくれます。イタリアの博学者レオナルド・ダ・ヴィンチは主にその素晴らしい芸術作品で知られていますが、彼は発明家、科学者でもありました。ダ・ヴィンチをはじめとするルネッサンス期のアーティストたちは死体解剖についての記録を多く残しており、人体に関する彼らの研究は解剖学の進歩に大きく寄与しています。この絵はサイエンスでしょうか、それともアートでしょうか。日本の江戸時代には解剖学への高い関心から医学や人体に関するアートが流行しました。伝統的な中国医学でも大昔から病気、漢方治療から針治療まで様々な視覚表現がなされてきた歴史があります。ヴィクトリア朝時代のイギリスの生物学者マリアンヌ・ノースは、植物画家としても植物、動物の生態系に関する新たな知の探求をリードしていました。また芸術と鳥類学の両方に高い関心を持っていたジョン・オーデュボンは、アメリカに生息するほとんど全ての鳥類種の写実画を残しています。まさに私たちの社会はサイエンスが持つ分析的な側面とアートが持つ表現力から多大な恩恵を得ているのです。光と化学反応を利用して銀メッキを施した銅板に像を写す写真という技術の発明は、全く新しい表現形態を確立するとともに、映像という新たな表現方法への道を開くものでした。このように多くの分野でアートとサイエンスは互いに必要とし合う関係にあります。新たな発見やイノベーションの多くは創造的思考から生まれます。そしてアーティストが新たな技術、素材を利用できるようになるたびに、芸術の科学は進化し続けています。今日のデジタル革命はアーティストとサイエンティストの結びつきをさらに強めています。デジタルアート、拡張現実、3D アニメーションといった新たな表現形態は、私たちの世界の捉え方を変容させるだけでなく、多くの分野のデザイナー、技術者の助けとなっています。サイエンスかアートか、ソサエティ 5.0 の舵取りとイノベーションには、その両方が求められています。